ハイスピードメカアクションの RTA 始まるよ。この動画は、アーマードコアシリーズ第19作品目の、アーマードコア5の Any% RTA の解説動画になります。計測区間まで時間があるので、レギュレーションの説明をします。計測開始地点はパイロットデータ承認。計測終了地点はストーリーミッションクリア実績解除です。アップデートのバージョンは 1.05。ダウンロードコンテンツはなしです。メインシステム、通常モードを起動します。これより、パイロットデータの確認を行います。名前は入力速度を考慮しないで普通に入れます。え、ホモ、何の話ですか？ちなみにここの BGM、Begin in You are Coming は、名曲なのでぜひゲームを買って聴いてください。メインシステム、戦闘モードを起動します。キーアサインは前作アーマードコア4っぽくしていますが、肩の武器ボタンが押しにくいのが難点です。それでは設定が完了したので計測を開始します。はい、用意スタート。パイロットデータが承認されました。これより作戦行動を開始します。ようこそ戦場へ。ゲームが始まるまで少し時間があるので、今作の世界観を説明します。時は西暦2300年前後で、場所はアメリカ南部のルイジアナ州あたりです。数百年前の戦争で地球は汚染され、統治者は宇宙へ逃げていきました。そして地球では、残された人々が少ない資源と生存可能地域を奪い合って生きています。そんな世界で主人公は傭兵として日銭を稼いで暮らしています。チーム名は入力速度を考慮してアにします。え、ホモ、何の話ですか？以前はフロムサーバーを使ったチーム戦ができていたのですが、今はサーバーが停止しています。一応 PSN や Xbox Live を使ったフリー対戦は可能ですが、武器成長できないなどの問題もあって対戦は難しいです。しかしシングルプレイだけでもシリーズ最大のボリュームを歌っているので、遊べないということはないです。ちなみに、本作の 100% RTA は、AC シリーズ最長の5時間45分37秒の記録を持っています。さて RTA の解説に戻りますが、最初のミッションの前にアセンブルを変更します。両手をジャンクパルスガンに、肩をジャンク CE ロケットに、頭をジャンク CE 頭にして完了です。左手を一度パルスマシンガンにすると、左ハンガーのパルスマシンガンが外れるので時短になります。ハンガーとは予備の武器をかけておく部位です。今回は必要ありません。メインシステム、戦闘モードを起動します。さて、初のミッションストミゼロは、レジスタンスを名乗るテロリストの掃討作戦です。雇い主である企業のオペレーターのルート案内を無視して、右側の道路を進みます。このゲームには多様なブースト移動があり、それらを状況によって使い分けなければなりません。癖は強いですが、使いこなしていき、上達が実感できると楽しくなってきます。輸送ヘリが見えたらパルスガンと CE ロケットで撃破します。他の雑魚は無視していいです。奥にもう一機輸送ヘリがいるので倒します。倒したら敵増援が来るのでエネルギーを温存しつつ引き返します。逆の順番で輸送ヘリを倒すと敵の出現が遅れ、敵の出現位置の目の前まで行けますが、敵の少ないこちらの道路で戦いたいので、遠くではいてこっちに来てくれることを祈ります。祈りは届かなかったようなので、ごちゃついたところで戦います。ここでは CE ロケットを2射分残すことを意識します。AC を倒したら3機目と4機目の輸送ヘリを倒しに行きます。CE ロケットが残っていないと手こずるので注意です。4機目の輸送ヘリを落としたら高架下の廃品 A を拾います。これは次の次で使うレーザーブレードになります。そこそこ高威力な上、使用間隔が短いため使いやすいです。廃品 B も拾います。これはライフルのバルドスタです。通称、初期ライフルとも呼ばれる、初めに手に入るライフルです。初めに買える割には DPS が高く、使い勝手もいいので、100% RTA では前半の3時間くらいまでは通用します。
本作では各マップに4つ前後の廃品が落ちており、終盤で買えるものが早く手に入ったり、ショップに買いに行く手間を省けたりします。 RTA では有効活用していきましょう。戦闘エリアが拡大されたら、あとはゴールにまっすぐ向かいます。先ほど多様なブーストと言いましたが、それを少し解説します。横方向へのブーストは通常ブースト、グライドブースト、ハイブースト、ブーストドライブの4つがあります。その中で重要なのがブーストドライブ、通称壁蹴りです。ブーストドライブはエネルギーの効率が極めて高いらしく、RTA 中に愛用する走者もいるくらいです。しかし壁に接していないと発動できないため、使い勝手は悪いです。そのためブーストドライブを多用できるルート取りが走者の腕の見せ所になります。例えばここの広い空間も空中をまっすぐ行くか、壁伝いにブーストドライブを行うかが走者によって分かれます。一体どちらが速いんでしょうか。はい、これですとミゼロクリアです。テロリストグループは反壊してシティに平和が訪れました。しかし1年後、今度はテロリストに雇われて、逆にシティの破壊活動を行うことになります。お賃金さえもらえればどんな仕事でもしますよ。傭兵ですから。次のミッション、ストミ1は、アセンを変えずに行きます。機体をジャンクから正規品に変えるお金はありますが、お買い物タイムを挟むより、ジャンクのまま突っ走った方が早いのでそのままにします。メインシステム、戦闘モードを起動します。始まりましたら目の前の雑魚は無視して、奥にいる防衛型を倒しに行きます。ここは低くてデコボコしたビルが多く、ブーストドライブしやすいんだかしにくいんだかよくわからないマップです。ここで華麗にブーストドライブを連発できるかどうかが、走者の腕の見せ所です。ここで廃品 B を回収します。ラスボス戦で使うオートキャノンになります。ブーストドライブボタンを押しっぱなしにして、たまに変な方向へ誤爆してしまうのは悪い癖ですね。ここの防衛型は両手パルスガンと CE ロケットをちゃんと当てればギリギリ倒せます。3機倒したらスタート地点に戻ります。味方にニュータイプがいるので敵増援を察知できましたが、感知して即敵が来ちゃうのであんまり意味ないです。キファーディール並みの感知能力ですね。ところでガンダム X と AC5 って共通点多いと思いませんか。さて帰り道もまた移動が難しい地形ですが、増援出現位置にギリギリ間に合うことができました。狙撃型はしっかり近づけば両手パルスガンの一撃で倒せます。ここの狙撃型を4機倒したら次の目標地点へ向かいます。左側に廃品 C の KE ロケットがありますが、ショップで買えるのでスルーします。ショップでお金が足りないよって人は拾うといいと思います。僕のチャートだとお金が余りすぎると問題があるので、稼ぎは最小限にしています。このトンネル内の移動方法ですが、序盤の緩い坂の時はブーストドライブすると天井に頭をぶつけてしまい速度が落ちます。なので序盤はグライドブーストを使い、後半はグライドブーストとブーストドライブを交互に使って移動します。走行列車はパルスガンと CE ロケットで倒します。 CE ロケットは次でも使うので打ち切らないように注意です。この燃えている残骸を越えたら、振り返ってバックしつつエネルギーを回復させておきます。ムービー終了と同時にパルスガンと CE ロケットを浴びせます。全弾命中させれば2射で倒せるはずです。次のミッション、ストミにも引き続きテロリストの依頼です。傭兵がここで派手に戦闘している間に、別の場所で味方が破壊工作を成功させていたので、今度は味方が脱出できるようにそちらでも派手に暴れます。暴れる前にアセンを変更します。変更内容は右枠の通りです。このミッションでは本 RTA 中で唯一防御力を気にして
重い TED タイプの頭部を使用しています。今更ですが、本作には三属性と長弾というシステムがあり、簡単に言うと弱点の攻撃を受けるとすぐ死にます。ここから登場する高機動型という敵は、磁気の弱点である TE 属性の攻撃をしてきます。なので、TE 防御力が高いパーツは重くても装備し、高機動型の TE 攻撃を長弾させて事故死を防ぎます。この先にいる防衛型を2機倒すか、狙撃型を3機倒すと、次のイベントに進みます。どちらも一撃で倒せるので、数の少ない防衛型を倒すことにします。倒したらガレージポイントでロザキャンを行います。ロザキャンについては後で解説します。前回のミッションにも登場した装甲列車の完全版です。磁気を車体にこすりつけながらレーザーブレードで切りつけます。 CE ロケットとレーザーブレードがうまく当たれば1回で1秒落とせるはずですが、動いているせいかヒット数が足りずに倒せないことがよくあります。半分倒したところで逃げられてしまいましたが、2回の接敵で倒せれば OK としています。次の接敵場所はゴールに近い位置になるため、追いかけてもあまりロスにならないからです。走行列車は後ろから追いかけると速度を上げて逃げますが、一度離れて側面から回り込むと停車して待っててくれます。2回目の接敵ではスキャンモードで残っている車両を確認しながら攻撃します。2両までは見逃しても OK なので、通り過ぎてしまった車両は無理に追わないようにしましょう。列車を倒したらまたロザキャンを行います。ロザキャンとはロザリーさんを呼んで長い会話をスキップする技らしいです。本作はいつでも補給ヘリを呼んで回復と汗の変更を行えるのですが、近くに敵がいると断られてしまいます。そして長い会話中にその断られるセリフを発生させると、会話が終わって次のイベントに進ませることができます。このミッションはあと逃げるだけで終わりです。いやらしいミサイルにとどめを刺されないように注意して逃げましょう。これにテストミニクリアです。味方の工作部隊は無事に脱出できましたが、敵勢力の技術力の高さを改めて認識し、危機感を募らせました。なので次のミッション、スト3では、新たな兵器を求め、危険な汚染地域へ資源発掘に行きます。ですがその前に、チムポとお賃金が十分に貯まったので、最初で最後のお買い物タイムです。買うものは右枠に書いておきます。チームレベルが9になると、大体のカテゴリのパーツが一つずつショップに出揃います。また、ショップに行くことはロスになるため、買い物はこのタイミング1回に絞りました。これ以上早ければ、品揃えもお金も足りず、遅ければ、次のミッション攻略がボロ期待で時間がかかってしまいます。欲しいものは買えましたが、お金が余ったので、追加で何か買います。ここで残金を7899AU 以下にすればいいので、その時の所持金によって、アドリブで決めます。それでは、スト3へ行きますが、その前にアセンを変更します。ここは高機動型がいないので、TE 防御力500は気にする必要はないです。TE 攻撃力3000の新しい敵は登場しますが、長弾しようとすると機体があまりに重くなってしまうため、弾くのではなく、避けることで対処しようと思います。ちなみに、重量化としてペナルティを受けていましたが、ロード中にパージボタンを押すことで、いらない武器を捨てて軽くすることができるので問題ないです。この辺の工場跡地には、数百年前の戦争で使われた兵器が残っていて、それを回収してね、というミッションです。いつもの警備部隊はいませんが、
未確認の自立兵器が生息している危険地帯です。追尾型を一気倒したら、ここでもロザキャンをします。そしてロザリーさんのセリフ中に残った追尾型2機を倒しておきます。前のミッションで近くに敵がいると断られると言いましたが、実は所持金が1万英雄未満でも断られます。次の場所でもロザキャンを使うのですが、それまでに追尾型を合計7機倒すことになります。そして追尾型を倒すたびに300英雄をもらい、合計2100英雄を稼いでしまいます。だからさっきのショックで所持金を7899英雄以下にして、ここでの所持金を1万英雄未満にする必要があったんですね。ここでもロザキャンを何度か行います。断りゼリフ中に自爆型の誘爆を誘います。うっかり自爆に当たると1万ダメージ食らうので注意です。あんたお金ないんじゃん。お姉さん何にもできないな。ここがこのミッション最後のロザキャンになります。次に使うのは3つ後のミッションになります。ここでは射撃型を倒しつつ突撃型の自爆を誘います。画面中央にインエフェクティブと長断されている警告が出ていますね。前のミッションの冒頭で長断の話を少ししましたが、敵にも長断があり、弱点以外の攻撃は弾かれてあまりダメージが入りません。しかし実はライフルの手段によって敵の耐性が崩れ、長断できる攻撃力の上限が下がっているのです。なので2発目以降は貫通して大ダメージを与えられています。このライフルの攻撃力は1064で、敵の防御力は2000なので通常は弾かれますが、衝撃力で 20% 低下させて長弾値1600にすれば、1064の攻撃が、あれ、これなんで貫通するんですか。ここでは奥の方にいる敵グループを倒します。射撃型に突撃型1、垂直ミサイル砲台4です。倒したらエネルギーを回復しながら待ちます。こういう移動しては敵を倒すの繰り返しのミッションは容量型ジェネレーターと相性がいいですね。ちなみにここはムービー後に定位置に戻されるので移動しても無駄です。ボス戦 LLL です。 LLL は砲台が開いている間しかダメージが入りませんが、実は爆発のダメージは外角を貫通して内部に通ります。なのでスキャンモードで砲台の位置を確認してから GE ロケットの爆風ダメージで破壊します。倒した後は長いセリフが入るので、死なないように残った敵から離れておきます。ところでさっきの射撃型にライフルが貫通する件ですが、検証してみたところ、 AC 以外の敵の長弾値の低下は大きめに設定されているようです。しかも同じ防御力2000の突撃型は射撃型と違って1064のライフルを長弾しますが、1505のライフルが貫通したという情報もあるので、敵ごとに別々の低下率が設定されているようです。謎が解けたところでストミさんクリアです。目的の物資を手に入れ、ついでに味方の信仰が深まったので、次なるミッションストミ4へ行きます。今日の作戦でシティの代表とテロリストどちらかが死にます。まずはその予備工作を行うため沿岸区へ向かいます。ここではアセンの変更を行います。今回は発射時にエネルギーを消費する TE 武器を使うため、エネルギー回復力が高いフレームにします。ここでも両手のレーザーブレードは使わないので、ロードが始まったと同時にパージボタンを押しておきます。パージします。なぜロード中にパージできるかは不明です。ここでパージの入力に失敗しても、戦闘モード起動後に通常通りパージすれば問題ないです。ここで機体を右の壁に擦りながら移動すると、壁の向こうにある廃品 A を拾えます。このヒートパイルは後で味方のお手伝いに使います。
雇い主である自称レジスタンスのテロリストですが、代表を倒した後に一体どうやって統治するのでしょうか。代表とて私腹を肥やしたいわけではなく、限りある資源で生き延びるための方法が仮想民の切り捨てでした。テロリストがもし統治した場合、全ての人を救うことができるのでしょうか。まあお賃金さえもらえれば傭兵としてはどうでもいいことですね。ここで味方のセリフが出たらエネルギー残量を気にしてゆっくり進みます。急いでもこの会話が終わるまで敵は出てこないからです。あんたも見てたでしょ、この間のでかいのだって倒したじゃん。あの時はヤバい気がするって言ったら。会話が終わったらこの足場の裏に回っておきます。この RTA で最大の運用素スカベンジャー戦です。こいつは体当たり後の隙をついて倒すのですが、その体当たりをなかなかしてくれないことがあります。今回は結構いいタイムで倒せました。しかし安心はできません。こいつはあともう一機います。運要素が2回もあるので、このミッションが RTA で一番タイムがブレるところです。ミキネも同じように体当たりを誘います。目の前でフラフラしてあげましょう。これは結構出れてますね。しかし、なんであんなあさっての方向へ。ここでは左手のパルスガンを使いすぎないように注意します。すぐに弾がなくなってしまいますからね。倒せそうになったら、パルスマシンガンだけでとどめを刺すようにしましょう。この辺から次の敵出現のロードが始まるので、急いで出現位置の後ろに回ります。しかし攻撃のためのエネルギーも残しておかないといけません。あと高度も下げておきます。警備部隊4番機です。敵はまだこちらを認識していません。時期が敵の視界に入るまではしょぼい移動しかしてきません。エネルギーが切れたので一旦回復します。あ、視界に入ってしまった。そうで、超新地旋回射撃当たれ。エネルギーの温存が足りなかったので、あまりいい撃破タイムになりませんでしたね。あと、もたついている間に高機動型のエネルギーマシンガンに削られていました。この機体の TE 防御力は500以下なので、エネルギーマシンガンの被ダメージは3倍になります。なので下手をすると死んでしまうことがあります。ここの高機動型は倒す必要はないので無視しますが、安定を取りたい人は先に倒した方がいいです。それか腕などを TE タイプにすると安全です。それにて敵の排除は完了です。あとはスタート地点に戻るだけです。いやない、パルスマシンガンはパージします。パルスガンと CE ロケットは弾切れになりました。本当は両手にパルスガンを持った方が火力は高いのですが、弾切れになってしまう可能性があるので、片方の手はパルスマシンガンにしています。あとは移動するだけで喋ることがないので、このゲームの属性についてお話しします。今作は属性が KE、CE、TE の3タイプあります。それぞれ独立していて相性などはないです。従来の実弾攻撃は KE と CE に分かれ、 EN 攻撃は TE 攻撃になりました。この3つの属性と長弾仕様が合わさり、敵に合わせたアセンを選ぶことが重要になってきます。警備部隊 AC 2機を瞬殺したパルスガンは後で出てくる主任には全く効きませんし、雑魚戦で活躍するライフルは大体の AC には効きません。こちらの防御力についても相手の攻撃属性によってちゃんと変えないと瞬殺されます。20% ではそんなにフレームは変えませんが、 100% RTA では組み替えまくって楽しいですよ。これにテストミ4クリアですが、スカベンに次ぐ RTA のクズ RD 君が撃たれてしまいました。死亡確認は面倒なので RD 君は置いていって本体に合流します。 RD 君が死の間際に教えてくれた安全なルートを通るのですが、なぜか敵が待ち伏せしていたってのが次のストミ5になります。
アセンはそのままで行きます。ここでは事前にハンガーシフトボタンを入力しておきます。そうすることでメインシステム起動中にハンガーシフトをしてくれます。戦闘モードを起動します。まず、パルスガンとパルスマシンガンをパージします。ハンガーシフトの事前入力に失敗して、レーザーブレードを5パージすることもありますが、前チャートはパルスマシンガンを使ってたので、そのまま続行してもタイムに大きな差は出ません。ここは狙撃型と戦車の攻撃で被弾硬直しないように注意します。頭を CE タイプにすれば対反動性能が上がって戦車の攻撃程度なら硬直しなくなります。地上に出たらルート表示を無視して右へ行きます。ここは左の低い走行をうまく使ってブーストドライブするといいです。奥にいる防衛型1機と狙撃型2機のうちいずれか2機を倒せば次に進みます。低いとこにいる2機が倒しやすいのでそっちにします。倒したら倉庫の上に乗ってエネルギーを回復しておきます。ムービー後はグライドブーストで一気に対岸へ行きます。稀にスナイパーキャノンで撃たれますが大体は大丈夫です。警備隊長がスナイパーキャノンもパージせずにゆっくり向かってくるのでレーザーブレードで楽勝です。レーザーブレードをパージして主任に会いに行きます。ここは足場が少ない直線ルートと足場が多い回り道ルートがあるのですが、足場が多い方が隠れたりブーストドライブできたりするので回り道ルートを選びます。まっすぐ向かうルートは給仕キャノンの核弾頭と正面衝突を起こす事故を何度かやったのでもう行きません。愛してるんだ君たちを、あっはは、が聞こえる前にゴールできればいいくらいの感じで慎重に近づいています。これにテスト見事クリアです。本体と合流できたのでいよいよ行政区に進行します。ストミ4で確保したルートから工作部隊が侵入し、行政区の送電施設を破壊しています。残った自家発電装置も破壊しろってのが、ストミ6の依頼です。ここではアセンを変更します。両手をショットガンにし、両ハンガーをライフルにします。重量型ですが、ショットガンを開幕パージするので問題ないです。今回も TE 防御力500未満なので、高機動型の EN マシンガンには注意です。ここもパージを入力しておきます。パージします。ショットガンには次のミッションで活躍してもらいます。戦闘モードを起動します。始まったらまず一つ目の自家発電装置へ向かいます。ここは狙撃型のスナイプに注意しましょう。ムービー後、地面に埋まってるタンクを破壊します。ライフルのロック音が防衛型に向かっていたので、ここはノーロックの CE ロケットを撃った方がいいですね。タンクに近づきすぎると爆風を食らってしまうので注意です。聞こえていますか、レジスタンスの皆様。出てくるのが少し遅かったようですね。あなたたちが何をしようか。ここの高機動型は倒す必要はありませんが、エリア拡張まで時間があるのと、光線棒されたり、後ろから撃たれたりするので、安定を取って倒しておきます。ストミ3のボス、LLL が再登場しましたが、先に3つ目のタンクを破壊します。LLL は最初に必ず一番近い砲台が開いているので、そこを壊します。次は左側の砲台が開くので壊します。最後は右側の砲台が開くはずなので急いで向かいます。時間の猶予は少ないです。今回の6中3つの砲台を壊せば OK です。そして4つ目のタンクを破壊したらガレージポイントへ向かいます。ここでロザキャンをするとエリアの拡張が早まります。塔の前の広場に6機のザコがいますが、そのうち3機破壊すれば次に進めます。近くにいる狙撃型1機と、
倒すと厄介な高機動型に機を倒すことにします。倒したらさっきのガレージポイントに戻ってロザキャンします。この会話はロザキャンして大丈夫です。この後キャンセルするとかえって長くなるセリフが出てきます。この辺の短いのはそのまま聞きます。このキャロリンのセリフでロザキャンし広場へ戻ります。奥の方から防衛型1機と高機動型2機が出てきますが、高機動型2機を倒します。倒すと反対側からまた防衛型と高機動型が出てきます。まず1機倒した後、2機目は引きつけながら倒します。倒したら全力でバックします。敵 AC の真後ろを取れているはずなので、ライフルと CE ロケットを浴びせます。ブーストチャージにさえ気をつけていれば打ち負けないはずです。回避よりも CE ロケットを当てることに集中します。倒したら少し会話が入るので、その間にやられてしまわないように隠れます。スト見事クリアです。代表の党を占拠しましたが、第三勢力の企業の攻撃によって党は代表とテロリストともども崩壊しました。ボロボロになった行政区から脱出するのが次のスト見7になります。アセンはそのままで行きます。必要なショットガンは前のミッションで装備しておきました。このミッションはメインシステム起動なしで即始まるので注意です。まずハンガーシフトをしてからライフルをパージします。ここでちょっとエネルギーを回復しておきます。この先の高機動型に絡まれると厄介なので、エネルギーを使って全力で突破します。穴に落ちたらひとまず安心です。少しエネルギーを回復しておきましょう。このかまぼこ型の地下道はブーストドライブできない上に障害物が多いためにグライドブーストが引っかかって止まってしまいがちです。不意に止まったところに突撃型の自爆を食らってしまう恐れがあります。なのでハイブースト主体で移動します。このミッションでは最後に難しい AC 戦があるため、被弾はしないように細心の注意を払います。特に突撃型の自爆を食らうと1万ほどダメージを受けるため、絶対に当たってはいけません。たまに細道を塞いでいる突撃型がいるので、リコンを絶やさないようにします。この先にエネルギーを全力で使う場面があるので、ちょっと回復しておきます。ここの突撃型はよくぶつかってくるので注意が必要です。一体に見えて視覚に実はもう一体いるんですよね。システム戦闘モード、セリフが出たところでブーストドライブとハイブーストを使い一気に進みます。いろいろ試しましたが、多分この走り方が一番早いです。後方で RD 君が湧きましたが、倒す必要はないので無視します。次のミッションでまた会いましょう。そこからストミゼロと同じあの通路です。前よりジャンプ性能が上がっているため、スムーズに穴の移動ができています。ストミゼロでは外周ブーストドライブとどっちが速いか分かりませんでしたが、今回はこの空中をまっすぐ行く方法が速そうです。主任再戦です。開幕打ってくるので壁に隠れます。ブーストチャージの空振りを確認したら飛び出してショットガンと CE ロケットを当てます。 CE ロケットを当てるために横方向の回避は最小限にします。ブーストチャージ以外なら AP で受けて問題ないはずです。
倒したらこの辺の折れた柱の前で待ちます。マスグレード主任戦です。シールロケットが残っていれば簡単に倒せます。これにテスト7クリアです。行政区から脱出できた傭兵は高層区で脱出する味方の支援へ向かわされます。脱出するテロリストを撃墜したスト見ゼロとは逆のシチュエーションですね。スト見8ではアセンを変更します。両手をスト見4で拾ったヒートパイルにします。 FCS は高速ロックタイプにします。ここでいつものハンガーシフトを入力しておきます。珍しく開幕パージはしないミッションなので、最後パージしてしまわないように気をつけましょう。今構想中のチャートでは、片方のハンガーをバトルライフルに変更しようと思っています。序盤の雑魚戦で弾いてくる相手がいないことと、最後の RD 戦でパイル運ゲーをやめて、射撃で倒すためです。開幕パイルを当てても、結局待ち時間があるため、射撃でやっても最速タイムを出せるはずです。地上へ出たらキャノン高機動型5機、ミサイル高機動型3機、射撃型4機がいます。この12機のうち9機倒せば次に進めます。場所が固定の射撃型を倒しつつ、視界に入った高機動型を倒しながら次のルートの近くへ行きます。自分の方にまっすぐ向かってくる落としやすい高機動型を見極めて倒しましょう。離れていく敵を追っても弾は当てにくいです。倒したらライフルはもう使わないのでパージします。地下に入ったらエネルギーを回復しておきます。この後全力で逃げるためです。ああ、引っかかってる。 RD 君再戦です。今回は目の前に現れるのでグライドブーストで逃げます。たまにミサイルでお尻を掘られることがあるので後ろには注意しましょう。上に上がったらもう逃げ切ったも同然なのでエネルギーを回復しておきます。ここで床が抜けるのでブーストをオフにして一緒に落ちます。この通路はグレネードキャノン防衛型と射撃型の攻撃が怖いため一気に駆け抜けます。この上り坂はグライドブースト直後の対空がないのでグライドブースト連打しやすいです。ハイブースト連打とどっちが早いんでしょうか。地上に出たら味方のヘリが脱出中だそうなのでお手伝いをします。ヘリ護衛は一定時間経過で成功になるのですが、別に失敗しても先に進めるので自分で素早く落とします。両手のヒートパイルを当てれば一発で落とせるはずですが、片方を外してしまった場合は CE ロケットを3射当てて倒します。ヘリは全部で4機いますがヒートパイルは3回しか使えないため外すと面倒なことになります。1から3番機までヒートパイルで落として、4番機は敵と連携して落とす作戦です。片手のヒートパイルは外してもセーフですが、両手で外してしまうと CE ロケットが足りなくなります。ヘリの動きは固定ルートなので焦らずしっかり当てていきましょう。3機とも片手を外してしまいました。これは中ロスくらいですね。4番機には余った CE ロケットを当てて、あとは敵に任せます。すぐに倒してくれると思うので今のうちにゴール付近へ移動しておきます。ここは下手なブーストドライブをするとエリアオーバーしてしまうので注意です。ちょうど4番機が落ちてエリアが拡張されたので脱出します。なぜかここでアセン変更できますがそのままで行きます。一番難しいところを超えた安心感とまだ最後の運ゲーが残ってる緊張感が混じって複雑な気持ちです。
RD 最終戦です。今回だけはちゃんと戦ってあげます。グライドブーストで急げばグラインドブレードのチャージ前にヒートパイルをぶっ刺せるはずです。はずでしたが、グライドブーストの高度が足りないのでダメでした。こうなってしまうとグラインドブレードを誘発して発動後の隙を狙うしかありません。グラインドブレードの加速力はとんでもなく速いため、かなりビビってます。しかも突進後の振り抜きにも後方に判定があるため、危険極まりないです。あれ、 RD 君どこに行きましたか？たまに突進後に地面を突き破って落ちていくことがあります。ちょっと時間はかかりますがクリア扱いになります。まあなんとかリトライせずに済んだので安心しています。これにテスト見8クリアです。シティから脱出できましたが、次のミッションでは主任の追撃に遭います。それが最後のミッション、つとみ9です。最後のアセンに入ります。両手をつとみ1で拾ったオートキャノンにし、ハンガーのライフルを外します。そして腕をジャンク TE 腕にし、足をタンクにして、FCS を遠距離タイプにします。戦法としては、ひたすらオートキャノンを撃ちまくって、体当たりのモーションが見えたら CE ロケットを撃ちます。メインシステム、戦闘モードを起動します。システム、スキャンモード。ここでタイマーストップです。記録は40分45秒です。このゲームにはエンディングがないので、自分でスタッフロールを流しに行きます。それでは完走した感想ですが、すごく楽しかったです。ミッション数は少ないですが、一つ一つが長いため、プレイ時間はそこそこあります。また、ミッション数の割にアセン編公開数が多いのは、アセンゲーとして楽しかったです。アセンに対する知識を求められる一方で、癖のある移動方法で操作技術も求められるのも楽しかったです。ただ、スカベンジャーの運ゲーは辛かったです。もしユーナックのような行動パターンで作られているのであれば、行動をある程度誘導できるかもしれませんが、あと走行列車をワンターンキルできるようになりたいです。次は40分切りを目標に走ります。ご視聴ありがとうございました。